けあった苗がなくなりました。時だ。この辺からかな。ちょっと怖いな、抜くのが。あ、いい感じですね。はい、今はこんな感じです。だいたい5ミリぐらいですね。割り箸1本分の太さの玉ねぎの苗になります。根っこもねしっかり張っていい感じですし、上ちょっとねしなっとなった部分があるんですが、まあ大丈夫かなという感じです。じゃあこれをね、間引いてどんどんね移植していきたいと思います。わーよかった。でも苗は、玉ねぎの苗はね初心者がやると立ち枯れ病とかねなるらしいんですが、無事にここまでね大きくすることができました。さあ植えていこう。さあこちらですね、マルチを見てもらったら分かるんですが、5畳で、株間がねだいぶ広いことになってます。でこの畝の肩の部分ですね、こちらには、植えれないような状態の場所なんですが、こちらにもね玉ねぎ植えていきたいと思います。まあ、雨の跳ね返りとかちょっと心配ですが、まあダメ元で苗もたっぷりあるんでちょっと植えてみようと思います。でこちらね畑が入り口がこちらになります。で奥にもね出入り口があるんですが、隣の養鶏場の方の、土地なので、基本的には、出入りは、迷惑かかりますので、ね、出入りしていいよと言ってくれてるんですが、極力ね邪魔にならないように、使わないようにねしてます。で向こうの畑もね僕なんですが、あちらにも出入り口があるんですが、まあ向こうね今まだ作付けしてますので、来年5月にはどうなってるか状況わかりません。なので出入り口はですねここですね、こちらになりますので、早生の玉ねぎが手前、奥が中手という感じで植えていきたいと思ってます。で全部で今 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12の畝があるんですが、早生の方を少なめにしようかなと思ってます。こちらのね畝2列、2列、2列、3種類の早生の品種が、2列ずつですね、3列で、で残りの6畝を中手のね玉ねぎにしようと思います。なのでまずは畝ね2列こちらに早生の極早生のねスーパーコガネを植えていきたいと思います。はい、じゃあそれではやっていきます。ちょっとね根っこ切って上もね切り詰めたんですが、ちょっと手間かかりますので、もうねこの状態の苗も、もうこれでね、植えていこうと思います。ああ、ついに玉ねぎの苗ができてよかったな。
あ、これ根っこがあると植えにくいな。しゃあないか。根っこが邪魔。どうせじゃ根っこは枯れますからね。一旦切っても全然いいんですが、手間がかかるのでもうこのままやっていこうと思います。ですね、苗がちょっともう大きくならなくて、小さい畝をねずっと植えてます。もうこんな手のひらよりちっちゃい10センチも満たないような苗になります。ちょっとね、僕が株間育苗中に株間をそんなに取ってなかった、間引きもせずにそのまま育ててましたので、水やりもねせずにやってたので、小さい苗はこんな小さい苗になってしまいました。でもね、あとちょっと一畝、あと一畝なので、こんなちっこい苗でもですね、一応調べたら、まあ苗屋さんの事情で大きな方が売れるので、苗をね、割り箸ぐらいの太さにして売るというふうに書いてました。でも本当はちょっとね、細めの方が、生育はね、いいということで書いてありました。ただこれはね、ちょっとあまりにも小さすぎますので、ちょっと心配ですが、まあね、マルチ、もうせっかくね、マルチを張ってしまいましたので、このね、ひょろひょろの、もうもやしみたいな苗ですね。近所さんからも、これそれなんねえって言われて、玉ねぎですって言ったら、それ玉ねぎね、ちっちゃくないって言われたんで、まあ、ちょっと恥ずかしいですが、まあね、苗を買って、それで、ね、植えるよりは、自分で育てた苗でね、これが大きくなれば大成功ということで、あと株間もね、20センチ取ってるので、大きなね玉ねぎが、4列5列ぐらいかな取れると思いますので、それでやってみてうまくいけば来年もね玉ねぎの株間20センチ挑戦してみたいと思います。じゃあね、今日はこちら動画ですね、まあ苗の作ってるとこからちょっと玉ねぎのね、苗を作るところからもう一回再編集してやっていきたいと思います。じゃあそれではですね、皆さん改めまして神田野菜、僕が40歳になるまでに、農家になるということで皆さんお付き合いいただきまして本当ありがとうございました。これからねまたちょこちょこ休みを挟むかもしれませんが、週1回2回は動画を上げていきたいと思ってますので、皆さんどうもね、皆さんどうか末永くお付き合いいただければなと思います。よし、さあもうこれねちょっと見えにくいと思うんですが、玉ねぎの苗を植えてます。これほんと見えないと思いますが、ちっちゃい苗をですねちょこちょこ細かく植えていってます。もうねこれでなるのかちょっと心配になるような苗なんですが、一個一個ねしっかり大きくなってほしいと思いながら、大きくなると思いながらしっかり植えていきたいと思います。これちょっと植えん方がいいね。これはちょっと植えん方がいいね、さすがに。なんだよ、お母さん植えよ。動画用に言っただけ。動画撮りを撮ろうとしたのに。じゃあ俺が最後ね。あら？え？これを？無駄やん。もう植えたんよ。もう。ごめん。いいよ。YouTuber 忘れとる。あ、もうこれはありのままを放送しよう。どっかが YouTube、ノーチューバーってことを思い出したから。よし。じゃあ最後の1個を私が植えさせていただきます。シュッて。このね、白い軸をちゃんと突っ出して、まくり上がらないようにちょっと押さえてやって、キュッと。はい、完成。また、はい、終わりました。さあこれでですね、2023年最後の大仕事、まあ終了しました。
あー長かった1週間ですね。1日1畝半、1畝だったり1畝半だったり2畝行ける時もあったんですが、なんとかね1週間かけてやり直すことができました。疲れましたね。まあ苗もね、大きいものから小さいものもうバラバラしてるんですが、まあ、あと斜め植えのとこもあるんですが、これでねあとは大きくなることを祈るばかりでございます。で追肥はどうしようかなとは思うんですけど、もしかしたら成長具合によって、追肥するかもしれないです。まあそこら辺はね病気にならないように少しずつね、ちょこっとずつやっていこうと思います。はい、じゃあそれではですね、気を取り直して、またね YouTube 再開しましたので、皆さんねぜひまたよろしくお願いします。僕はね40歳になって農中 YouTube だけで、独学栽培勉強して、今までに至るんですが、これからもねまたずっと失敗が続くと思います。まあこんなね失敗続きの僕ですが、今のところね月にどんぐらいかな、まあ経費分散稼げる部分ぐらいにはなりました。なんとかね、あの手この手を使ったり、JA のね店長にいろいろね話を聞いて、店長もね金田君こっち大きいとかいい感じでね、ちょっとよくしてくれてるので、だいぶね助かってます。もう失敗続きの野菜やっぱ小さかったりするんですが、大根なんかはねちっちゃくても売れるというよりはちっちゃい方がなんかこう使いやすいというふうにね、思ってる人がいるっぽくて、ね、大根もミニサンタロウ大根もねよく売れてます。まあそんなことで、次のね、また新たはいそんなこんなでね、まあ、はいそんなこんなで、またね再開した神田野菜、今まで通りね失敗続きの YouTube の YouTube のチャンネルですが、またねこれからもよろしくお願いします。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。私は YouTube だけで独学有機栽培を勉強しました。40歳になってもう立派なね農家にならないといけないので、しっかりね、基礎を学んでこれからもどんどんね頑張っていこうと思います。じゃあそれでは皆さんよろしくお願いします。バイビー。